私はパニコ、33歳の専業主婦です。夫のカンタと2人社宅のマンションに住んでいます。このマンションにはカンタの会社の社長の娘ひばりさんも1人で住んでいてね、私とひばりさんはとっても仲良しなんですよ。ああ、パニコさん、こんにちは。エコバッグ持ってるってことはお買い物？はい、夕飯の買い出しに。今夜は今の季節にしては冷えるみたいだから鍋にしようと思って。ああ、それならうちの白菜持ってかない？わあ、いいんですか？うん、一人じゃ食べきれないから、買い物終わったら LINE して、畑で待ち合わせね。ありがとうございます。ひばりさんの野菜美味しいんだよな。パニコさんの畑も順調みたいね。さっき見たとき、エンドウ豆いい感じだったわよ。うちのマンションの隣って畑になっていてね、ひばりさんの土地なんですけど、先日一人では手入れが大変だからと、私も少しスペースを借りられることになったの。それで最近ひばりさんに教えてもらいながら野菜を作ってるんです。仲良しのひばりさんもいるし、畑という新たな趣味も見つけて穏やかに過ごしていた私だったんですが、ひばりさん、こんにちは。向こうから走ってくるのは、最近うちの隣に夫婦で引っ越してきたマリン。マリンの旦那のスバルは最近転勤してきて、カンタと同じ部署で働いてるんですけど。ひばりさん、今日ネットで買った高級蜂蜜が届いたんです。後で渡しに行きますね。あのマリンさん、高級な食べ物や日用品をこうも頻繁にいただくのはちょっと。遠慮なさらないで。ひばりさんのお父様にはうちのスバルが大変お世話になってるんですから。だからスバルの昇進をよろしくお願いします。いつも言ってますけど、父の会社のことですから、私に昇進だなんだって言われても困るんですって。ひとまず高級蜂蜜は受け取ってくださいね。もちろん社長に渡しする分もあるんですよ。あのねマリンさん、父もそういうの正直迷惑だって言ってましたよ。いやいや、ひまりさん、これはただの気持ちですから。そう言って下心丸見えの表情で気色悪い笑みを浮かべるマリン。これ以上話しても無駄だと思ったのでしょう。ひばりさんは、私これで失礼します。パニコさん、じゃあさっきの話よろしくね、と言って立ち去りました。パニコさん、さっきの話って何？教えなさい。いや、なんでもないです。はい。ちょっと、あなたはそうやってひばりさんにいつも媚びを売って旦那を昇進させるための作戦だろうけど、昇進するのはあなたの旦那じゃない、うちの旦那なんですからね。いやー、媚び売ってるのはあんたの方だろうが。そして鼻息を荒げ、マリンも去っていきました。まあこの時まではめんどくさく絡まれるくらいで、他に何かされることもなかったため、私は一切マリンを気にすることなく過ごしていたんですけどね。ただそうもいかなくなってきたのよ。ある晩、カンタがうちに帰ってくるなり、ただいまパニコ、満面の笑みで私に抱きついてきたの。おかえり。どうしたの？俺、課長に昇進するんだ。え、本当？パニコがいつも支えてくれるからだよ。私にありがとうと言ってくれたけど、カンタが努力家で真面目なことは私が誰よりも知ってるし、紛れもなくカンタ自身の力よ。素敵な旦那様を持って私も鼻が高いわ。ただこの時マリンの顔が浮かんだのは言うまでもありません。あれだけ私たち夫婦を鬱陶しがって、旦那の昇進のためにひばりさんや社長、会社の役員さんたちにまで必死に取り入っていたんだもの。あの人、私たち夫婦に何も危害を加えなきゃいいけど。しかしこの直後、私の不安は的中。カンタの昇進を祝して私とカンタが乾杯していると、けたたましく鳴り響くインターホン。嫌な予感を抱えながらドアホンを見ると、やはりマリンが、そしてその横にスバルも立っていたんです。どうかされましたか？私が恐る恐るドアホンに向かってそうとうと、よくもやってくれたわね。あら、やってくれたな。あ、冗談じゃない。一体どういうつもり？課長はね、うちのスバルがなるはずだったのよ。そうだ、
課長の座、返せ。意味不明なんですけど、風の噂で聞いたけど、あなた、ひばりさんに無料で畑借りてるんですって？なんて下劣な女なの？そうやって少しずつ、社長の娘のひばりさんに近づいて、自分ばかりいい思いして。下劣女めか！ねえ、めんどくさい。とにかく、課長の座を返しなさい。返さないと言うならせめて、謝罪の意を何らかの形で示しなさいよ。さっさと示せ！私が困り果てていると、カンタが私のそばにやってきました。そして、失礼ですが、スバルさんは職場でサボりの常習犯ですし、上司から注意されても平気な顔してるような人ですよ。にゃ、はぁ？しかも、俺にたびたび仕事を押し付けてくる。それで、俺が文句も言わず、押し付けられた仕事をやっていたのを、ずっと上司たちが見ていてくれてですね。そのおかげで、課長に就任できたんだと思うんですよね。な！つまり、スバルさんのおかげで俺は課長になれたのかもってことです。ありがとうございました。カンタが皮肉たっぷりにそう言うと、マリンは顔を真っ赤にし、怒っていました。ウッキー！覚えておく！ほら、行くわよ、スバル！おう！そう言ってマリンは、スバルを連れて自宅に帰っていきました。この翌日の午前中、ひばりさんと一緒に畑にいた時のことです。で、ネギは発芽するまでは、土が乾かないように水やりをするんだけど、芽が出たら水はあげなくて大丈夫。はい、わかりました。こっちの白菜なんだけど、白菜は虫にやられやすいのよ。だから、見つけたら取り除いてね。こうして、ひばりさんから野菜の育て方についてレクチャーを受けていると、ねえ、なんかマリンさんがずっと窓からこっちを見てるんだけど。え？マリンの家はマンションの角部屋で畑に面していました。ひばりさんに言われてマリンの家の窓に目をやると、うわー、ほんとだ、睨んでる、私のこと睨んでるよー、が、こわー。パニコさん、私しばらくあまり助けられないかもだけど、マリンさんにまた何かされたらすぐ私に LINE してよ。そしてこの日の2日後、午前中畑の手入れをしている時に、またマリンさんが窓からこちらを見ていました。気持ち悪かったけど無視して畑作業を続けていると、同じマンションに住む奥さんに声をかけられたんです。何でもその奥さんのご実家から大量のブドウが送られてきたとのこと。お裾分けしてくれるみたい。一旦作業をやめた私は奥さんのお家まで行き、スーパーの袋に詰めてもらったブドウをいただきました。結構長話しちゃって、奥さんと玄関で1時間ほど世間話をしながら、後でこのブドウのお礼に私の畑で採れたエンドウ豆お裾分けしにまた来よっと考えていた私。話を終え家に一旦戻り、日曜だったので家にいたカンタにブドウを渡し、再び畑に向かったんですが、畑に到着してびっくり、思わず硬直してしまいました。だってマリンとスバルがさっき私が手入れしていた畑のトマトやピーマンなどの野菜を勝手に収穫していたんですもの。ひばりさんの畑は荒らしちゃダメだと考えているのでしょう。さっき私がいじっていたところのみの野菜を段ボールに入れていく二人ってドン引きして固まってる場合じゃないわ。私ははっと我に返り、マリンとスバルにこう言いました。二人とも何してるんですか？私の声を聞いた二人は揃ってこちらに目を向けました。そしてニヤッと笑うと、あんたが大事に育てた野菜を収穫してるのよ。無農薬野菜って美味しいのよね。ねえ、収穫、人の畑の野菜勝手に取っていいわけないでしょ。それ収穫じゃなくて泥棒よ。あんたら夫婦がいつまでも私たちに謝罪しないから、こうしてウィンウィンにしてやってるんじゃないのよ。お互い様の、どっちもどっちだ。はぁ？課長の座を私たちから奪って申し訳ありませんでしたって、あんたらが頭を下げたら、こんなことしなかったわよ。そうだ、お前らが全部悪い。すでに、マンションに住んでる部長、専務、副社長、それから社長のうちにも、あんたからもらった野菜、お裾分けしに行ったわ。会社の役員の皆さんのハートをゲットして、絶対にあんたの旦那を課長の座から引きずり下ろしてやるんだから。あだ、引きずり落ちろ。ひ
非常識にも程があるだろうが。度が過ぎてる。あまりにもやってることを度が過ぎてるわよ。許せない。よし、ここは一つはっきり自分たちが何をしでかしたか教えてやりましょう。実はこいつらね、ちょっと勘違いをしてるのよ。めちゃくちゃ大変な勘違いよね。どうなっても知らないんだから。私の心中など知る由もなく、マリンとスバルは私の目の前でネギや白菜の収穫を続けていました。このネギや白菜も社長や役員の皆さんのお宅に届けに行かなきゃ。パニコさんが育てた野菜でスバルが昇進できるかもね。パニコさん、ありがとう。そこで一言私はこう言ってあげたの。ねえ、その畑誰のだか分かってる？は？誰ってパニコさんのに。そこ、ひばりさんの畑なんですけど。は？瞬間、マリンとスバルが野菜を収穫していた手を止め、大きく目を見開きました。だってあなた、昨日も今日もこのスペースいじっていたじゃないの。だから私がここはパニコさんの畑で、ここ以外がひばりさんの畑だと確信して。いやー、ひばりさん、昨日から旅行に出かけてて、私が代わりに畑の手入れを引き受けただけなんですけど。そんな。マリン、スバル、顔面蒼白。やつらの足元にある立派な夏白菜の葉とそっくりで、ちょっと緑がかっています。しかしこれは大ごとね。早くひばりさんに電話しなくちゃ。ひばりさんの畑に野菜泥棒が現れましたよって。ちょっと待って、そんなことされたらスバルが昇進だ。お願い、このことは黙ってて。どうしよっかね。そこで私は自分のスマホを取り出し、ひばりさんの LINE アカウントを映した画面を突きつけました。やめて。マリンさんは今まで私に入ってきた暴言、スバルさんは会社で簡単に仕事を押し付けてた件、謝罪する気持ちはあるの？ある、もちろんあるわよ。ほら、この通り。マリンさんはガバッと私に頭を下げ、さらに横でカタカタ震えて何も言えなくなっていたスバルの頭をつかみ、スバルにも頭を下げさせました。はい、よくできました。そこで私は問答無用でビデオ通話ボタンをポチッとな。ああ、もしもし、ひばりさんですか？私がスマホに向かってそう言うと、マリンがあーっと何とも情けない声を漏らしました。もしもし、パニコさん、ご旅行中申し訳ありません。実はマリンさんとスバルさんがひばりさんの畑を私の畑だと勘違いして勝手に野菜を収穫し、じゃなくて勝手に泥棒して、今こんな感じなんですけど。そう言って私はカメラで畑全体を映しました。ついでに目を回して口をパクパクさせているマリンとスバルも最後にドアップで映してあげましたよ。何その状態、ぐちゃぐちゃじゃないのよ。そうなんですよ、どうします？パニコスさん、ちょっとそこにいる泥棒二人に私が見えるようにしてもらえる？はい、わかりました。私がひばりさんが映っている画面をマリンとスバルに見せると、ひばりさんが、こんな知ったことっかいだ！ひばりさんの怒号に肩をびくつかせる二人。さっきパニコさんが私の畑をパニコさんの畑だと勘違いしてって言ったけど、誰の畑であろうとこんなことやっちゃいけないの、わかってんのか？そこでマリンとスバルがスマホに向かって土下座。畑の土に二人の額が埋まりました。このことは父に言いますからね。それだけはご勘弁を。マリンがぐりぐりと額で土に穴を掘り始めた時でした。俺は悪くないぞ。こいつがパニコさんの畑の野菜を全部もらってやろうと嫌がる俺を無理やり引っ張り出して。なんとスバルが裏切った。マリンを指差し、泣きながらひばりさんに訴えている。とそこでマリンもガバッと頭を上げ、何言ってんのよ。うるさい、俺は悪くない。 あんただってノリノリだったじゃない。違うぞ、本心では嫌だった。さら、ひばりさん、マリンとスバルに一括。当然警察にも通報させてもらいますからね。警察？そんな嘘だろ。そこで二人は土の上に座ったまま号泣。空を仰ぎ
うわーんと子供のように叫びながら滝のような涙を流していました。その後、ひばりさんに代わって私が警察に通報。二人は間もなくやってきたおまわりさんに連行されていきました。しばらくは警察の厄介になるんだとか。これがきっかけでスバルは会社を解雇されたそうです。今までもサボりが目立っていたみたいだしね。ちなみにマリンとスバルはお互いに罪をなすりつけ合い、最終的には離婚。二人とも家族や親戚から縁を切られ、刑務所の中でなんでこんなことになってしまったんだと毎日すすり泣いてるみたいです。これらすべてマリンとスバルに出させた迷惑料を持ってひばりさんと私のところに謝罪にやってきた奴らのご両親から聞きました。さて、一方の私はというと、ひばりさんから手ほどきを受けながらいろんな野菜を育てられるようになりました。土いじりって静電気を体から逃がすアーシングの効果があるからかな。最近体調もいいし、心穏やかな日々を送れているの。そうそう、この間ね、私の畑で採れたナスのお漬物をつまみながらカンタとうちでお酒を飲んでいたんだけど、お、このナスうまいね。あ、ほんと？ぬか床に入れておいただけなんだけどね。ナスそのものの味がいいんだよ。さすがパニコだな。ひばりさんがいろいろアドバイスくださってるからよ。そういや、枝豆もいい感じに実ってたな。食べる？あ、いいね、食べたい。オッケー、ちょっと待ってて、畑行ってくるからさ。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。